ブーツ。ブーツ、英語、ブーツは、靴、履物の一種で、くるぶしまでの足やそれ以上の足を覆うもの。看護表現では、長靴とも。一口に、ブーツといっても、各々の種類や、用途や、デザインや作りによって、形が異なり、竹の長さによっては、くるぶしや、膝やもも、尻を覆うもの、ヒールの種類、素材に、違いがあり、千差万別である。 ジョーバーブーツなど、おおむねある程度のスネー部分を覆う、竹のブーツは、近代より日本語では長靴,長靴、長靴とも呼ばれているが、現代では一般に、長靴というとアマーグとしての長靴、ゴム靴、レインブーツを指すことが多い。多くのブーツでは、同じ素材から作られたヒールであっても、はっきりとソールの他のパーツと区別がつく形をしている。ブーツは、 周囲の環境から足を守るために作られているものが多く、革やゴムなどの強靭な素材を使用し、水や泥、砂がブーツの隙間から入り込まないように設計されている。特に登山や木材の干ばつや工事などの時に破片や鋭い物体から足を保護するために設計されている頑丈な労働用ブーツもあり、一部はパンクファッションに取り入れられている。また、スキーやスケート、 スノーボード、オートバイ、水上オートバイなどのスポーツ用に特別に設計されたブーツが数多く存在する。また、ブーツを愛玩の対象とするフェティシズムも存在する、ブーツフェティシズム。女性用のブーツはファッション性を意識して作られたものが多い。ハイヒールやピンヒールのもの、高下駄のようにソールが高いもの、厚底グッズ、ベースアップの網紐やリボン、ベルトによる装飾、 一部のジョッキータイプには白車の留め側を模したもの等が施されていることもある。主に乗馬ブーツには紐や取っ手がついていて着用を容易にする仕掛けが施されている。ドイツにはブーツを履こうとしていた子供がこの紐を引っ張っていて気がついたら空を飛べるようになっていたという物語がある。この取っ手や紐をことわざとして様々な場面で用いている。ブーツには 様々な言い回しやことわざ、慣用句がある。熟練した労働者を作業用に履いている頑丈なブーツに例えてタフアズオールドブーツ、古びたブーツと同じくらい頑丈だという。また、漫画などでは魚釣りに行ったのに一匹も魚が釣れずに困っている状態をソールが壊れたボロボロのブーツを釣り上げさせることで表現する。捨てられたブーツを利用して作られた面倒座。 メンドザと呼ばれる楽器がある。日本の積雪地域では、藁製の長靴が使用されていた。主に、ブリティッシュスタイルの馬術において、非常時に騎手が着用するブーツ。本革製で膝元くらいの高さまであるものが多い。馬場馬術競技などにおいては、ほとんどの大会、競技会において着用が必須とされている。ブーツの種類としては、古くから存在するもので、 特にデザインや形状などで通常のロングブーツと大きく異なる点はない。ものによっては、蔵や馬体にフィットするように意図して作られており、特にブリティッシュスタイルでは、機種の足に密着するきつい装着感のあるものが用いられる。かかとのやや上に白車台と称される突起がある。あぶみに足が入り込むことのないよう、ヒールは必須である。足首を締めるための編み込みの有無は、 障害飛び越し競技においては問われないが、馬場馬術競技では、通常編み込みなしの長靴が義務付けられる。多くは黒の一色だが、茶色も用いられ、全体が黒色で最上部5から10センチメートルだけを、茶色側を使ったものは、障害飛び越しなどで好まれる。日本における馬術用語としての呼び方は、正式には、川町かと言い,い、略して川町と呼ばれることも多い。 対して、ゴム製の乗馬用長靴は、ゴム長と呼ばれる。ウエスタンスタイルの馬術においては、カウボーイブーツ、ウエスタンブーツを用いる。軍隊においては、軍服、軍装品の一種たる軍歌として、ブーツが採用されることが、極めて多い。この軍用ブーツの場合、日本では常術の乗馬ブーツを超過、すねの中間のあたりまでの長さのものを半超過、くるぶしまである、レースアップ。 編み上げタイプのものを変上靴、変上化、自衛隊においては、半長靴と、故障とある字に称する。変上靴には、キャハン、ゲートル、レギンス、巻キャハン、革キャハンを合わせて着用されることがある。足、側部の保護、足をくじいて捻挫することの防止、保温、ズボン裾その汚れの防止、制服上の差別、儀礼等を目的に着用されている。 軍馬にまたがる乗馬本部の軍人、騎兵などは長靴を履きまた白車をつけていたが、軍隊の機械化、自動車化により馬が軍隊で使用されなくなるにつれて、白車ともども乗馬ブーツはあまり使用されなくなっていった、アメリカ陸軍、イギリス陸軍など。反面、おおむね、第二次世界大戦までの近代各国軍、ドイツ国防軍、武装親衛隊、日本陸軍、ソビエトローのお席軍、 イタリア王立陸軍、フィンランド陸軍などでは、乗馬文化の名残や未だ続く軍馬の利用を含め、乗馬本文の関係なしに乗馬ブーツとタイになる、乗馬ズボンの組み合わせは、将校巡視官を中心にポピューであった。第二次大戦後は一部の軍隊、東ドイツ軍、ソビエート連邦軍などで引き続き長靴が採用されているところもあったが、 冷戦終結後の現代の今日では、昔ながらの長靴を採用している軍隊は、栄誉礼やパレード、官兵式、官越式などといった式典、行事における、着たけ用としてのみ使用されていることが大半で、ドイツ連邦軍、ロシア連邦軍、フランス共和国軍、中国人民解放軍、朝鮮人民軍など、戦闘用、戦闘服としては、網上げの半長靴が主流である。 なお、戦地や訓練、演習以外の通常勤務、上勤では、主に普通の紳士靴である革靴、ビジネスシューズ、古くはトラッドなサイドゴアブーツが主に着用され、これらは半靴、半化や単靴、単化と呼ばれる。日本の警察においても、外勤での活動性の良さからブーツ着用が奨励されている。警察官の制服の中には、 み上げブーツも含まれ、制服支給の際に同時に配布される。アメリカ合衆国の警察でもブーツ着用が奨励されており、ハイウェイパトロールのうちオートバイ用員や騎馬警官など、革長靴が正式な制服になっている組織も少なくない。ブーツは、靴紐やベルト、ファスナー、マジックテープ以外にもブーツジャック、や、ブーツプルなどのブーツの脱ぎはぎをする台を用いることも、ある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。